皆さんこんにちは。こんにちは、ラバーズ J の風間由衣です。白鳥美優です。真似しちゃった。さあ本日はこちらアロー大和小泉店さんで活動外伝始めてまいりたいと思います。皆さんご存知だと思うんですけども、今回の番組90分一本勝負、そして最初に矢は1本勝てば、どっちかが勝てば2本、はい、2人とも勝てば3本、はい、そして出玉のサマイ数によって最後に挑戦するアローチャレンジの的の大きさが変わってきます。はい、これがすごく大事です。はい、前回ですね、なんとクオカード0、ひどかったね。2人ともちょっとね、負けちゃってサマイ数マイナスになってしまって、そうサマイ数マイナスだったから、したがってこれだったんだよね。そうなんですよ。今回ちょっとマジでもさ、今までゼロって経験あるんだよね。3店舗通してゼロはまだ私はないです。なるほどね、私もまだないわ。ですよね、それ回避しようね。でも今見て思ったんですけど、このマイナスから0枚と、うん、1枚この1枚の差でだいぶこう変わってくるんで。本当だ、1枚で全然違うね。そうなんですよ、だから1枚でもプラスにちょっと持っていけたら、ね、望みがあるのかなと。そうだね、はい、頑張ろうね、これからだね、うちらも。そうですね、頑張ろう、絶対頑張ります。ということで、いつものあれやりたいと思います。はい、せーの、ガチスロ外伝3本の矢、今度は絶対クオカードいただきみゆう。よし行こう、頑張ろうね、サマイスプラスだからね。よし、何言うとやばいな。さあどうする。あ、鉄拳空いてるかな。空いてた。40ゲームで出てあるのがある。これいいんじゃないですか、もしかして天国で当たるかもしれないし、この鉄拳で実践スタートしていこうと思います。代代があるんですよ、ガロ伝説。とりあえず当たり回数がついてる台をちょっと回そうかな。それでは実践スタート。はい、それでは90分一本勝負スタート。今回はガロ伝説、触るのは2回目なんですけど、どうしてもね引きたいフリーズがありまして、プレミアムフリーズ、とにかくまあね確率がものすごいらしくて、今ある機種の中で一番引くのが難しいくらいの確率なんじゃないかなと。すごい髪型してるな。お、よし、これがジャックスイカになるんですかね、斜め揃い。悪そう。さあ成功すればガロチャンス突入。ふー、残念。あ、でも繁華街に行きました。おー、これは熱いんだと思う、多分。あ、こっち、あ、え、なに、ドキドキ柄、何柄、ドキドキ柄かな。こっちがいいな。あー、そっちじゃない、左よ。お、いいよいいよ、よしよしよし。さあ、ここからですね、ガローチャンス。なんかね、3パターンぐらいある。
るんだけど、今回はノックアウトモードということで、一応ガロラッシュがね高確率で抽選をされてるんですけれども、これ熱いんじゃないかな。まあ、チェリーとかスイカチャンス目でちょっと抽選をしてるんで、なるべくレア役を。惜しい。今の人倒せたらガロラッシュ突入に多分なるんですね。2人もねチャンスって出てるんですけど、分かりますかね。一応ですね、下の方にもチャンスっていう文字が出てるので、まあね、この画面も見ながら打つと面白いかなと。うわ、これはエクスプローションエクスプローションエクスプローション、ノノノエクスプローション。えと言いますと、えい、あ、ドキ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 、やば、そんなことある？あ、これでね、あれ？早い早いよ。ただいまですね309ゲームそして投資がですね150枚、早い、幸先いいですね。150枚でガロラッシュです。えい、えい、あ、黄色ちょっといいかもしれない。さあガロラッシュ突入しました。まだ10分しか経ってない。おお、すごい髪型、ちょっと、ですね、まあ、下の画面見ていただくとハートゲージっていうのがありまして、これがですねマックスまでいくと1セットストックをします。まあ、レア役とか引くとね溜まっていくんで、一気に全部溜まったりとかもするので、ここもちょっと注目していただいて。チャンス、エロいな。ここでバトルに発展、やばいやばいやばい、ダイド欲しい5つ、女だからって甘く見ないで。かっこいいかっこいい、わあわあ、わあ、ゲオ、スペシャルアビリティ、特化ゾーン、
やば。プラス150ゲームこれこれちょっと安泰なんじゃないですか今日。やったなかなかレア役がむずいな。そうそうそう、1、2、2個今7分の2ラスト60ゲーム切りました。合格合格。さああと1個これは来たんじゃない。止まったよストック1個やった。お何これ。初めて入ったよ。これは特化ゾーンかな。なに、あ、え、衝撃態度はてな、どういうこと。これ多分一番いいキャラ。そうでもないのかな。いけ。あ、負けた。負けた。あ、9ゲーム間バトル抽選をしてくれているゾーンっていうことね。お、また来た。また来た。まだ来たよこいつ。こいつ強いよ。やだ。お、でもさっきとなんか、あ、一緒か。ほらまた負けたって。あ、この人強いんだよな。ほら、期待度に。やばいやばいやばい。ファイヤーって言われた。ああ。弱えな。あ、終わっちゃう。ああ、終わっちゃった。なんだよ。さあラスト30ゲーム切りましたよ。お？もうめっちゃたまるやん。あ、やば。一気に全部たまった。ということは今の時点で2ストックしていると。いや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 怖いな。いや継続をかけたバトルに発展なんですけど、まあストック2個あるんで。よしよし。今の感じだとちょっとストック使っちゃったかなっていう。
ハートゲージが全然たまらなくなっちゃった。お、これはお願い。あこれ多分カットインの背景で態度が変わるのかな。そんなことないのかな。この間もあの画面で揃わなかったんですよね。さあまた一個。ギース強いんだよな。ほら。おお。まあ継続するとここも継続しているんでね、そこら辺はちょっとありがたいなと。勝てるバトルだとやっぱり赤文字とかになってたりするんで、お、いいいい、よしよしよし、調子いいな、調子いいですよ本当。よしよし、いや皆さんメール画面開いてクオカード応募する準備しながら見てください。ガロラッシュ4回270ゲームの956枚、あと63分、今のところ何にも動きなし。そこで今から追加投資です。投資かさむとまたプラスまで持っていくのが辛くなっちゃうから頑張らないといけないかな。本当にさあこっからですよ、大事なのはここからざわつき始める。この500のラストのこの濃いゾーンを抜ければ新鉄拳ラッシュのチャンス、ここを越えられるかどうかですね。ここのねゾーンがめっちゃ濃いんですよね、ほとんどここだから。赤いよこれ、はい、ここから経験ゾーン、ここ当たるかな。これ私キングで色上がったことないから初めて見られるかもしれない。できればね普段ならばここを抜けてほしいと思うけど、今日は90分一本勝負で時間制限があるのでできれば早めに当たってほしいんですよ今日ばかりは。だからね、色変わってほしいな。あこれ変わる、変わったこうなったら変わるんだな。一気に赤、やっぱ500のとこで当たるってことですね。ほぼほぼ当たりますもんね。赤で発展です。あ、よかったよかった。
赤文字です。よし、当たりましたね。514ゲーム投手が15本頑張ってまくります。はい、当たりました。アンノーンゾーンちょっと狙ってたんだけどうまくはいかない。ここで赤のナイフキャね、なんとかなるんですよ。挟もうと思ったけど今日私の運が悪いから逆でいく、こっちでいこう。あー、もう信じればよかった自分の勘。はい、青、まず青です。あー、一回も乗んなかった。143枚、早めにボーナスいこう。もう一回、文字はないですね。あー、早くボーナス来たい。あるかもあるかも、チャンス。やったー、よかったー。はー、ここは絶対赤7に頑張ります。マジ赤7、赤7じゃないと終わる。2回連続こっちはないと思うからもう一回こっちでいこう。赤7、あー青7だ、滑っちゃった赤7。もう残り9国士しかないよ。おっと、嬉しい、乗った、チャンス目だ。何個、5個、でも5個でもねあったら嬉しいんですよ。これで残り14になった。あー助かった。よし、240枚まで増えました。えいっ、あー今回も文字はなしですね。やばい、終わる。ラスト、ダメか。今回の結果285枚青7だったの2回とも、そこが敗因ですね。お、チャーン、これはもらったんじゃないんですか、鉄拳チャンス。熱いでしょこれは。え、青で発展、うそ、うわー、チャンス目外した、チャンス目外した、だいぶショックです。マジか、あーチャンス目1回引いたけど合格中に鉄拳チャンスはなし。残り30分なんでジャグラーでもいいですか。今ね投資も結構かさんじゃってるので瞬発力もあるジャグラーで最後まくりたいと思います。では頑張ります。できればねこの出玉で当てたい。投資が今15本から増やしたくないな。ちょっとねユイマールの方をちらっと見たら箱に出玉入れてたのでほんの少し、もしかしたらユイマールは
勝ってるかもしれない今ね。ただ私がすごい負けてるから的の大きさがねちっちゃくなっちゃうのはねものすごい申し訳ないから。おっ危ない。値段もなくなる前に当たりました。ビッグがいいな。ビッグでお願いします。やりました。ビッグきたー、429ゲームビッグボーナスゲットです。私割とガチトロ概念3本の矢の収録の時勝率すごくいいんですよ。大体勝てるんですけどね今回ねちょっと調子が悪いですね。このジャグラーでなんとか勝利まで持っていけたらいいな。ユイマール&白鳥ペアクオカード0名様なんてなったらもう3回チャンスがあって3回ともダメとか絶対ダメだからもうここで頑張ろう、ね、結構最後の最後に当てることないんですけど私の中で得意なので。あ、当たんなかったか。あと52秒でしょちょ当たる？あ、当たった当たった。やばい、めっちゃ嬉しい。待ってラスト36秒の奇跡。やったー。待って本当に当たった。めっちゃ嬉しい。満面の笑み。ほらラストに強かった。やっぱりよかった。嬉しいな。あ、ここでタイムアップということでクレジット全部出して終了です、今回の結果333枚お疲れ様でした。はい、ということで残り時間25分を切りましたので、ちょっとジャグラーコーナーに移動したいなと思います。まあガロ伝説ね十分で生確保できましたのであとはこれを増やしに行きたいと思います。この台に決めました。この台でちょっとあとまあ600枚ぐらい増やしたいと思います。今3連続レギュラーが続いてるんですよね。だからちょっと次ビッグ来ることを願いつつ。早っ早っビッグイエス。うまいうまい風間うまい。じゃじゃん。よしまずはジャグレンを目指して。おまあ止めようか3倍掛けだけど。うまいねうまいね。57回転57ゲーム綺麗なジャグレンですよ。早いものでもうあと5分を切ってしまいました。結構ね今回ねもうどうなるか分かんない。ギリギリ勝ちかって感じだからちょっとあと1回ちょっとビッグ行きたい。うわーよしよし。うわ危ないなこれ。うわこういう時に限って134
4ゲームでレギュラーボーナスです。やばいやばいやばい。さあ10 9 8 7 6 5 4 3 0。あ、相変わらずということで、90分一本勝負終了です。いや今回は本当にわからないです。私もギリギリ勝てたかなぐらいかな。はい、じゃん、914枚。いや頑張った頑張った。お疲れ様です。お疲れ様です。結果発表。はいはい、今日はありがとうございます。胸を張って、はい、と言えそうなので、私はですね、ガロ伝説からスタートいたしまして、投資がですね150枚の、回収が914枚、なのでプラス、763枚、あ、4枚764枚です。すごい、よかったです。今日本当に今回はどうにかプラスにできて、うん、本当にありがとうございます。いえいえいえ、風間先生ありがとうございます。先生本当にごめんね。めいちゃん、いえいえ、本当に足引っ張ってるんだ。いえいえ、全然。今回投資が750枚、はい、回収333枚ということで、差し引きマイナス417枚です。ってことはでもプラス、そう、先生がプラスにしてくれた分、先生本当にごめんね。本当にごめんね。いや、なんか鉄拳出てないなーと見ててくれた、ないな、大丈夫かなと思ったんですけど。そうなんだよね。で最後に本当に最後30秒でチャグが光ったので、それがねビッグだったの。見てました見てました、うん、見てました。それがなかったらもしかしてまた一番ちっちゃいやつだったかもしれない。そうですよね、本当にギリ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 でギリギリだったんで、よかった、よかった。本気が欲しいけど、私が最後ピック当たったから、はい、ちょっとだけ大きくなったやつを見てみよう。ちょっと見てみましょう、見てみましょう、とりあえず。お、ひどい、だいぶ大きい、すごい大きいね。この間に比べたらだいぶ大きい。みゆちゃんありがとう。いやいやいや、とんでもない。もうその分みゆちゃんにはアローチャレンジでちょっと頑張ってもらおうかなと思ってるんで。いや、2本もらえるってことですね。そうそうそう、2本。1本ずつやっていいの？2本いきます。それはいいよ。あ、じゃあ1本ずついきましょうか。ありがとう。ということでアロちゃんに頑張ろう、はい、頑張りましょう。頑張れ。あ、ちょっと止まっちゃった。いくよ、ゆいまる。はい、マジゆいまる頼みだから起きよ。はい、せーの、ほい。早いっすね。早いよ。だいぶ早い。あ、取れちゃったけど、取れちゃったけど、多分この辺だったね。この辺か、この辺。大丈夫、私が当てるから。ごめんなさい。ちょっとみゆちゃんに、みゆちゃんにかけます。オッケー、頑張るわ。頑張ってください、みゆちゃん。オッケー。本当です、本当本当。みんなの心打ち抜いちゃいますからね、みゆちゃんは。そう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 、そうそう。みんなの心打ち抜くから。いきますよ。オッケー。せーの、えい。ここ、あー出てんだね。やばい、このペアやばいかもしれない。ごめんなさい。手玉もダメ、アローチャレンジもダメっていう本当に最悪なパターンです。本当に皆さんごめんなさい。頑張ったんですけど本当にごめんなさい。多分ね、このクオカードを楽しみにしてる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。そうですね、特製のね。でしょ。しかもうちら最強だってね言ってくれてる方もいるのにもかかわらず今のところ0枚。非常にまずいです、ゆいまる先生。非常にまずいですね。ラストチャンスだよ、次が。次、そうですね、私たちの白鳥、風間ペア、ラストチャンスだから次回絶対頑張ろう。そうですね、ちょっとこれちみちゃん、ちょっと頑張ってくださいね、次回。オッケー、頑張ってください。足引っ張ってばっかだから次回頑張ります。そんなことはないですけどね。逆転の力で頑張ろうね、次回も。一緒に頑張りましょう、はい、ということで、ね、はい、皆さん、次回も見てください。お待たせください。激闘ラブイン上海突入です。さあ初期現物はこにゃろー、やだー、やっと来た。